芦田愛菜だけが主演、松岡茉優を引き立てて、最高の教師、クラス集合写真で際立った気遣いと、同級生との格の違いに、さすがは芦田プロ、最強生徒の呼び声。月15日から放送が始まる日本テレビ系ドラマ、最高の教師は、主演の松岡茉優演じる担任の教師と、30人の生徒による学園サスペンス。生徒役の一人には、この春に慶応大学法学部へと進学した芦田愛菜の名前が。すでに撮影は始まっており、6月16日には、クラス集合写真が公開された。この写真での芦田のポーズが、SNS で話題となっている。中央には担任の松岡さんが座り、30人の生徒役が松岡さんを囲むように並んでいます。生徒役の若手俳優たちはおのおのピースをしたり、みんな自由なポーズをとっていますが、芦田さんだけは隣に座る松岡さんの方にやや体を向けて、両手をかざして松岡さんに注目がいくような仕草をしています。一人だけ、そうした主演を引き立たせる気遣いを見せたことで、さすが愛菜ちゃん、プロ意識の表れ、と絶賛されているんです。